って人が最も成長しやすい環境の変化に。そうだね、常にそこが若い時はもう無限のあれだったんですよ、うん、もう失敗もしてもいいやみたいな、うん、突っ込めるんですけど、うん、今だんだんこう守りに入ってきて、うん、そこですね、ブレーキになるから全然あーってちょっとなーって、だからチャンスが仮に来ても今逃すんじゃないかなとか、はいはい、そういう感じですかね。とりあえず乾杯しますか、お疲れ様みたいな、うん、お疲れ様、お疲れ様、まあ水ですけどね、まあ、お互い運転があるんで、まあ、無事全ての撮影をとりあえずは撮り終えましたということで、お疲れ様で、群長さんと今焼肉やってますけども、せっかくなんでオフショットもね、撮ろうかと思っております。いやいやいや、食べましょう食べましょう、うん、タンいいっすよ、タン。どうぞ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 。塩だからつけなくていいっすよ。温泉街の、金城さんというお店で、うん、僕も初めてです。はい、いただきます。うん、美味しい。いや、頑張った後で。うん。まあ、ご飯はもしこんなにいくら美味しいんだろう。うん。それが今日は肉なんて。幸せすぎる。いつもね、寿司だけどね。今回は肉ということで。あの、寿司屋までね、遠いのよ。お嬢さんといつも来たら、なんか。そうそう。いつも、リッチだよ。まあ俺、家族で焼肉行かないから、うん、そうそう、はい、ありがとうございます。なんか行かない理由があるんですか。うん、子供が小さいとあんまいるぐらいか。いや、子供生まれる前から。あ、そうなんだ。うん、基本的に肉食べないから。うん、そうだから、うん、嫁さんもあれ牛と豚食べない、うん、今となってはね。昔は食べてたけど、いろいろそういうことを調べたりとか、うん、健康なこととかを考えたら、ラムはたまに食べる。ラムとね、うち鹿肉で、でめっちゃたまに鶏の骨付きが出るぐらいで、だからお店には行かないの、焼肉や。だからこういう誰かと行くってなったら焼肉は行ってもいいかなって俺は思ってるんだよね。普段買っていいんじゃないかな、その肉を欲してるわけでもないけども、まあ、こういう時は別に食べてもいいだろうっていう、うん、感じで。毎回焼肉ですね。今度から夜は焼肉。うん、うん、久々のカルビ美味しい。こういうお仕事っていいなと思いますよね。うん、うん、あってこれが仕事になってたら、うん、じゃあ終わったら焼肉食べて帰ろうみたいな。はいはいはい、理想だよね。でもなんていうんですかね、登山みたいな辛さはないんですよ。うんうんうん、なんなんですかね、これは楽しいんですね。うんうんうん、登山は何の試練しかないんだよね。ふふふ、はい、ピンセット食べてね。うん、そうだ、野菜系あの頼んでない。野菜食べたい。まだそこまであれちゃう。キムチとか食べれる。ああ、いけます。じゃあ野菜キムチ
行ってもいいですか。はい、誰かつまみましょう。全然カメラ目線じゃない。ああ全然いいよ。YouTuber の人感激ですわ。白菜キムチください。はい、はい、まあ、これちょっとね、撮影の前にもチラッと喋りましたけど、あのまあね、便利屋的なものをねやりたいと思ってるんですよ僕は。それはそのビジネスって言い方すると硬いんだけど、まあ自立ですね、自立。その YouTuber とかではなくて、うん、それとは別に、もともと本業が介護だから、まあ介護をもちろん売りにしてね、介護福祉士持ってるから、個人で介護をする、まあ、訪問介護に近いっちゃ近いんだけど、うん、それを本当個人契約で、で国のルールにのっとらずに、国のルールにのっとると介護保険法とかっていう絡みが出てきて、ここからここまでしかできないっていう介護のサービスもねあるのさ。それって俺はやっててかったりなって思ってるよね。人によってってことですか。そう、あの介護を受けられる、あの介護レベルって要介護なんぼとか聞いたことある。一番ひどいのが5っていうか10度の人ね、もう全然動けない、寝たきりの人が5なんだけど、5まで行くといろんなサービス受けられます。自分ではもちろんできないで、要介護1とかになると結構ある程度 できるから、そんなに必要ないよね。でそういう人はやっぱ、まあ、分かりやすく言えばポイントがあって、1の人はポイントが少ない、5の人はポイントがめっちゃある。でそのポイントをじゃあどのサービスでやってるか、入浴をあの手伝ってもらう、入浴会場をやるにはじゃあこのポイントだけ使うよ、掃除会場、買い物、食事、排泄とか、まあ、いろいろあるんです。じゃあその会場に当てたサービスの範囲しかできないんですよ。それをしちゃったら、罰を受けるのはどっちなんですか。やっちゃいけないことをやると、はい、あこっち、そうやっちゃいけないことだ。お客さんは得しますもんね。得これはそれはあのだるいですね、これ。あいいよ、箸つけていいよ。あいい、それは逆にそういう体が不自由な人とか、要はその助けてほしい高齢者の人を逆に苦しめてるもんだ、これでもいい、苦しめてるもんだと俺は思ってるんだよね。分かりやすいところで言うと、じゃあ掃除のサービスがあるとして、まあ大体、部屋の床拭きとか、まあ埃取ったりとか部屋全体を掃除します。じゃあそれを週2回入れます。週2回入れると月8回だよね。月8回のうち1回普段はやんないけど、じゃあ窓の汚れが気になった。じゃあそのおじいちゃんがね、あ今日ちょっとその窓ちょっと拭いてくれる、気になるから。ダメなルール上、掃除のサービスに窓拭きが入ってないからやっちゃダメな。意味わかんなくない。ちょっと拭いたら終わるんだよ、やってやれよって思うでしょ。いやそうですね、それは大掃除サービスっていう枠に入るんですよ、窓拭きは。だってダメなの。これは要するに二条さんはもっとサービスをしたいってことですか。要は人それぞれさ、あのやってほしいことは違うわけだ、一個のサービスにしても、これをここまでやってほしいっていう細かいことまでなってくるの。個人だから、人だからね。国のルール上平等にするとそういうことが起こっちゃうんですよ。ここまではできる、いやここまではできませんみたいな。じゃあ一人一人の声を聞いてない。でも個人契約だったら一人一人の声が聞けるんじゃないかなと。そういう、なるほど。なんだろう、手続きとかいらないって、いやじゃあそれやるにはちょっと書類書いてもらわなきゃいけないんで、いや今やってほしいんだよ。だからいやこれもちょっとついでにやってほしいんだけどって言ったら、あいいよいいよって、すぐやれるような、それが介護だと思うから、
それを一番にやりたいなって、うん、は思ってて、もっともっと、うん、だから会社っていうものを設立して介護をやると国のルールでやんなきゃいけないから、だから会社作りたくないんですよ、うん、個人でもう口約束みたいな感じだから信頼を得なきゃいけない、うん、俺はね、なるほど、うん、この人だったらいいよって、うん、で何かあった時の責任は、うん、まあそこの話し合いで決めるけど、うん、まあもう自己責任なんで、うんうん、そこまであのもちろんちゃんとやるよ、うん、悪いことはしない、うん、ここはもう信用してもらえないか困るっていうとこまでやりたいかな。だからそうやると介護だけじゃなくていろんなこともできる、別に若い人から依頼されてもいいわけだし、うん、荷物持ってるとかね、うんうん、それこそ、まあ、ちょっと車で話した動画の編集やってとか、うん、ちょっと私できないんで、はいはい、ここなんかやってもらったら助かるんですけどとか、うん、アドバイスだけでもいいし、うん、作ってもいいし、パソコン整理したいんだけどとか、うん、まあ、なんか買い物一緒に行くのに付き合ってほしいとか、うん、なんかこれ欲しいと思うんだけどどれを見ていいか分かんないし、うん、店員さんの言いなりになるのも嫌だし、うん、ついてきて、あ、じゃあ1000円で行くよとかとかね、うん、そんなことも、まあ、可能っちゃ可能なんです。そういうことをやりたいなとは思って、そうなるとお客さんはもちろん自分が住んでる周りの方がもちろん動きやすいけども、うん、札幌にお客さんいてもいいわけです。うん、ということは札幌にも来れる。そう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 、ウィンウィン。そういうことね。それが仕事だったらね、札幌でじゃあ一泊泊まり込みでやるとかもありちゃうね、次の朝の仕事があったりして、じゃあその空き時間に、まあ、YouTube 撮ってもいいわけだし、空いた時間をうまく効率よく、うん、まあ、閉じこもってたらそういうことができないもんね、あんまり、うん、なるほど。まあ、今自分をこう売りに出せるのは介護だし、あと民間だけどマッサージの資格あるからそれもいけるし、うん、今日なんでもや、うん、まあ、あと得意分野は動画編集、うん、今のところね、それが波に乗れるんだったら、うん、よく札幌支部群青だから出動しますみたいな。ありえてね、いやーいいですね、テンション上がりますね。どっちかったら、うん、利益を求めるなら真逆のことをしなきゃいけないってちょっと思ってて、あ、まあ、その虹郎さんの感覚に近いですか、その、うん、自分の時間削って、うん、そこまでしなくていい仕事を したりして、うん、まあ、そういうのが後に富を得るというか、あ、焦げてるから俺も、ただすぐはもらえない、うん、最初はきついと思う、まあ、だから信頼から得なきゃいけないから、それはなんか平たく言うと未来投資みたいな、うんうん、だからもう今のうちから、今ね雇用でやってるから副業はできないけど、ボランティアで結構やっていこうかなと思ってます。だからさっき動画編集、もし動画編集とかその整理タダでやるよ、まずはタダでやっていいんじゃないかな、うん、収入得ちゃうとこれだから、それでこの人だったら大丈夫だなっていう信頼を得たいっていう、いろんな人の手伝いとかこれからやっていこうかなとは思ってる。グッド、うん、ちょっと気を楽にして、うん、もう無料で、うん、まあ最初からなんかこういうメニュー表を作ってやるっつうのもあれですかね、うんうん、結構なあれですかね、うん、軽く口約束から、うんうんうん、土台さえしっかりしてたら信用されると思うんだよね、うん、だからまずその土台作りから今は始めていかなきゃいけないから、うん、信頼を得ることと、あと知識を得ることね、うん、
あなたに頼むよりこっちに頼んだ方が得じゃないって思われたらあれだから、だからそういうのを調べなきゃいけない、うん、ライバルになるようなところは全部調べて、それでこう最初はタダだからね、あれだけど、白タクって禁止されてるじゃん、うんうんうん、だから移動に関してはお金一切もらわない、うんうん、だから車に乗せてあげるとかは、うん、それに関しては料金は絶対取らないっていうか、うん、そこは別にタダでもいいかなと思ってるんで、今後も、うん、それもある意味信頼を得る手段じゃ手段だから、うん、違法になるしね、うん、白タクはね、うん、やっていかないとダメだなとは思ってる、いろいろ視野を広げて、うん、まあ、もしその頼んだ人が YouTube に上げてもいいとかってなったら宣伝になるし、うん、僕はこういうことやってますっていう、はい、で実際に使ってる人の声はこんな感じでっていう、もう現場そのものを見せるとか、うん、そうなったら、まあそうですよね、自分の会社だし、うん、なんかあったら自分に責任が来るし、うん、めんどくさくはないですよね、うん、そういう面は、うん、自分で対応して、うん、なるほど、しかし勤めちゃったら誰かの許可はいりますよね、うん、いや美味しいね、マジ美味しい、焼肉いや結構美味しいよ、一個一個の味が止まんない、ライス大食べて全然なんか、うん、あれ一口目って感じですね、焼肉は別格ですね、明らかにその虹色さんがその、うん、なんていうんですか、自分の時間を削って、うん、行動しようっていうのは才能だと思います、むしろ努力した結果が才能になったのかもしれない、その小さい頃から、ほう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 、いやいや、ちっちゃい頃なんでもう何にも努力しないよやっぱ旅ですかね、あ旅、まあ旅もあるけど、旅でなんかどっかなんか入っちゃったじゃん、入っちゃったんだね、うん、でもその自分の時間を削ってっていうと、あのカウントダウン TV あるじゃん、 はい、うん、あれはやっぱ小学生の頃書いてるからよく書いたなと思いながら日曜日の朝の日刊になったの俺、うん、小学生なんで、うん、なんかドラクエの鉛筆流行ったみたいな感じじゃないですか、転がして、はいはいはい、そればっかどうやって強くあいつに勝てんだろうそこそればっか考えてましたよ、でもゲームもやったからね俺、うん、小中高はバリバリですよ、やばいぐらい全部美味しいっす、あら、いけそうなら頼んでもいい、うん、あ、いけそうなら、どうしましょう、うん、まいて、満腹にしないで、じゃもういいし、不安要素もありますよ、ね、うーん、これぐらいがいいのかな、被っててもいいよ、またこれ食べてない、あホルモン美味しい、ホルモンちゃうんすよ、うん、安いかな、好きなの、もう一回ホルモンいく、あ、お願いします、し仕上げのホルモン、塩あれ、塩で、塩で、そうか、今どうなんですか、もう 羽生やしてる感じだ、羽もういつ飛んでもおかしくない状態、いやまだそのうん、これ
これだってのはなってるけど、あともう一押しだ。まだ一押しも立ってないかな。あ、そうなん。知識がまだそこまでたどり着けてない。あ、なるほど。ちょっともうちょっと身につけて。今の見切り発車で行くと多分いろいろ迷うことがあるから準備はしておきたい。だから装備をまだ有賀藩の装備なのにちょっとゾウマまではいけねえよっていう。そんなにいっちゃう、うん、ゾウマやべえ。ね、まだ胸張れない。これからどんどん。私 YouTube もさ、本当はもう2年ぐらい前にやっておきたかったこと、要は引っ越し前にやっておきたかったことが、要はアカウントが消えたことによって、俺の中でなんか元スタート位置に戻った感じがするんですよ。だから今取り戻してる感じなんだよね。自分が放出したかったことが、うわっていう感じになっちゃってるから。まあ、改めて別な形になったってことはある意味俺のスタイルが確立したことにもなるから、もうそれはプラス思考で捉えるしかないんだけど。ありがとうございます。これが、今取り返してる感じだね。自分がやりたいことっていうか、で今挙げれるものはやろうと思えばずっとでやれるから、家にある漫画の話をしたりとか、カウントダウン TV の記録を喋ったりとか、もうだってやろうと思えばすぐ喋れるから、それをこうどう順番で出していくかっていうことを考えたりとか、まあ、それこそ文條さんが来てくれた回を途中で織り交ぜたりとかっていう感じで今調整してるからね。出し切れてないんだよね、まだ。それ出し切ってからやっとスタートみたいな。じゃあ虹色ライダーこれからどうするみたいな感じにはなっていったからね。だんだん栄一郎に見えてきました。全然タイトルはこうしようとか考えることもう十分もう面白いのにってあまだ考えるか。若い頃の栄一郎。いや、でももう40だからね、これね。年は取りたくないね。39じゃない。いや、もうちょっと、まあ、来年だね、40。ああ、そうですか。うん。いや、そうなんですよね。もうなんか、感覚は分かんなくなってきましたね。とりあえず、ホットはしてます。その30後半まで今行ってるから、とりあえず生きてたちょっとホッとはしてます、めっちゃ自分に不安あったね、20代の時、生きていけないんじゃないかみたいな。あ、そうなんだ。こんな親にお世話になってたのやべえみたいな。あ、もう今必殺共働きっていう。これが子供、選択ですよね。そこ子供生まれちゃったらもう全部が変わって、23みたくできたらいいですけど。いや、俺計画持って、でもうまくじゃあいけてるかって、妻とかね、じゃあすごく満足してるかって言ったらまたそれは言い切れないし、向こうは向こうで絶対不満もあるだろうし、ここはね、まあ、付き合ってくれてもらってるからね、ありがたいし、今日もね、一日、要はこうやって、ね、娘を見てもらって、やってるわけだから、そこはね、すごいさ、気遣いがすごいって、もう、ほっといて、あとで怒られるっていう、今日はさ、絶対、まず着いたら無事に着いたっていう報告は絶対しよう。ああ、そうか、そうか。そして今から帰りますっていう報告。あ、そういうのが必要なんだね。そうですね。人によって違うんで、あんまりそれ必要じゃないですよ、うち。あ、そうなんですか。要は要は今日は一日も任せてるから、そうなると他の日も要はこの前後とか任せると。今日は任せる。じゃあ昨日ももし任せたり、明日も任せちゃったら3日連続になるわけでしょ。娘を見てる時間が
彼女は3日連続ぶっ通しなわけで、だからその辺はやっぱ調整しなきゃなっていうのがあって、まあ、昨日は俺夜勤明けだったからちょっとあんまりだけど、まあ、できるだけこっちが見たりとか明日もしっかり見ようと思ってるし、うん、そこでバランスをいう感じかな。じゃないと向こうがかわいそう。いやーできてないんだよまだ、うん、向こうが満足してないっていうことはできてないっていうことだからね。向こうはもうちょっとこういろいろ寄り添っていかなきゃなっていうのは常に課題だけどね。娘も成長していくからね、うん、接し方が常に変わっていくから。まあ俺さ、あの時間をあのできるだけ有効に使いたいって言ったでしょ、あの車で。1個のことをやるにしてももったいないから同時進行で2個やれば3個やれば一石二鳥三鳥になるみたいな。それを思ったのが高校生の時で、うん、あのうちの親父大工なんですよ。で高校生の時たまに手伝ったんだよね、学校帰りとか。ちょっと現場近かったら寄って、まあ、あの掃除したりとかちょっとした雑用ぐらいは手伝えるから手伝ったりしたり、まあ、一時期フリーターの時は本格的に何ヶ月間か一緒にやったりとかもしたんですよ、うん、その時にうちの親父結構あの大工の腕はいい方なんだ、うん、あの周りの世間的に。ああ、ありがとう。で、まあ、棟梁っていう立ち位置だし、うん、家一軒建てたらいいことなんだけど、その親父は性格であってスピードも速いっていう、うんうん、その親父が常に心がけてることは、この、まあ、家を作るやり方なんて、うん、まあ、ある程度決まったらこう何十年もやったらこう染みつくわけさ、うんうん、こうやればこう効率がいいみたいな、うん、絶対そのやり方が一番早いって思わないを常に心がけてる。それを高校生の時に聞いた時にすげえと思った。どんなに効率いいやり方を見つけたとしてもそれを絶対一番だと思わない、まだ他にあるんじゃないかって常に思い続ける。で、親父がマジすげえなこいつ。すごい。それは俺も常に心には入れてるんだよね、うん、だからまだ時間を有効に使える方法ってあるんじゃないかなとかはやっぱ常に考えるようにしてる、うん、絶望してました。え絶望。ああ、うん、暑そうだろうね。好き。本当。骨付きウィンナーでーす。うん。うま。全然。あれには向いてないかな、食レポ。でもそれが1本10万とか言われたらやっぱり変わるのかな。あとは思うけどな。やば。まあ、徐々に富を築くにはやっぱその無料でも頑張らなきゃっていう精神を持たなきゃっていうのがどんどん染み付いてきたのかなとは思うんですけどね。なんか周りを見てると結構そういう人多いな。やっぱあのまあワンピースでいうベラミーみたいなタイプの人たちって結局やってないんですよ、うん、何も、うん、ただこう、まあ、夢を諦めさすような言葉をこうガンガン使うというか、うん、でそれに合わせないと、うん、こっちがなんか、うん、すごいなんていうかバカにされるというか、うんうん、そうだね。そこが本当にあるなと思いますね。かといって
場所によってはいろんな人に会ったら、うん、いやすごいことだよみたいな、うん、言ってくれる人もいる、うん、でも自分はそういう環境に相性が悪いんですよ。あ、そうだね。そうだよ。全然巡り合えない。あ、まあ、でも俺もやっぱあれよ、まあ、今の職場に限らずだけど、やっぱちょっと異質っていうか、そういう目で 見られてるっちゃ見られてる、うん、なんかちょっと違うっていう、いい意味で捉えてる人もいれば、うん、それこそもしかしたら確認はしないけども、なんだろう、若干オカルトチックに思ってる人も中にはいると思うんだよね、うん、怖い、したいっすね。でも多分そういう人は目の前の分かりやすい利益しか見れない、未来投資ができない。だからタダで提供するっていうことはタダじゃないんで、本当は帰ってくることを計算してやってるから、多分そういう人はそういうことが絶対できない。焦ったりもするときあるんですよ、うん、なんとか結果出さなきゃ、出さなきゃ、はいはい、分かりやすい結果ね、そういう人たちも分かるようなこう結果ね、そうなったとき心強いっていうか、なんだろう、本当にひっくり返ったように信用してくるから、そういう人は、そうですよ。まあ、またこれから編集作業に入るわけで、そしてそれと同時に次また会うことを、まあ、想定してどういうことをするか、まあ、今度コラボできたらいいね、大島ちゃんで、まあ、本当できるかどうかがね、都合が合う日があるかこう調整して、それがバチコンってうまくいけば、札幌に行くし、まあ、ちょっと妻の許しも得なきゃいけないんだけど、で俺今回それ OK 出たら一応もうとりあえずこれ最後って言おうと思って、 YouTube の撮影で札幌行くことは、うん、今年っていうか今後のっていうのは、もう要は結果が出ないと何度やっても意味ないでしょってやっぱ言われそうなんだよね、まあ、どう思ってるか分かんないけど、一時文句は言われないけど、もう次これで結果っていうか、それこそ収入っていうものがあれば行っていいって絶対言ってくれると思うんだけど、まあ、今回もし出なかったら今度それまでは一人で着々と収入出るまでやり続けて、そこからまた軌道に乗った時にまた行くみたいなちょっと感じで言おうかなと思って。そうだから、まあ今回ね、別な人も取り入れたいから、うん、ちょっと今年中に一回行けたら、うん、っていうのはちょっとお願いしようと思ってて、うん、いやー、まあ、ね、娘も、まあ、これから幼稚園とか行かれたら送り迎えとかっていう都合も出るから結構難しくなるんですよ。なるほど、うん、特にこの辺だったらいいけど、うん、そう、なんだよ、まあ、でも結果出すようにね、一人でももちろん上げ続けるし、時間が許す限り、中山峠あたりにすすきのみたいがあったらいいですよ、うん、まあね、風がすることないんですよね。ああ、することないね。風強いしね、あそこね。撮影できない。風強いし。カラオケあったらいいと思う。ああ。せめて。いや、だからそれこそ札幌でそのね、言ってた便利屋の仕事が出たら、気長に仕事としていくっていう感じでできるから、それもあるのね。そう。そうすればいろいろうまくいくっていう。今なんか仕事ってなるとほぼほぼ許されるっていう、うん、でそういう固いルールがある人って、まあ、相手の奥さんとかだったり家族だったり、うん、ルールがあればあるほど仕事最優先の人多いですよね、うん、だから僕も友達と遊びに行く、
より虹代さんと撮影してくれた方が、うん、送り出してくれるんですよ、はい、多分不思議ですよね、これは。ただやってることも結構えぐいのよそれ、なんで、なんていうんですか、まあ、友達、うん、まあ、ゴルフはあんま言わないですから。あ、そうなんだ。やっぱ 見た感じも、うん、ソーシャルがあるみたいな、うん、感じる。あ、でも気にするとこはそこなんだね。ソーシャルディスタンスっていうか、そのコロナ的なことを気にするんだね。やっぱ男と女ってもう本当違うんだなって思う。うん、なるほど。でも、いや、なんて気持ちの余裕さですかね、うん、別に僕の親とか お姉ちゃんはああみたいな、その心底怒ってないんですよ、うん、そのどっちかって言ったらまだ疑ってる方ですね。本当にみたいな。あ、コロナ。そうですね、まあ、なったらなったでしょうが大丈夫みたいなぐらいで、うん、こうあんまり力んでないんですよ。ただ僕の奥さんはすごい力んでますね。いや、これ俺の見解だけど、若干知識ある人が一番騙されてるっていう、まあ、若干頭いい人の方がそうなんですか、きちっとしたいから。例えばこういう怖い伝染病というか感染症みたいなのが今流行ってる、どうすべきかって個人で考えるじゃん。やっぱ頭いい人が考えるじゃん、こうした方がいい、こうした方がいい。でもあんまり知識がない人っていうか、そこまで考えたくない人は、いや別に今大丈夫じゃないみたいなとこで止まっちゃうんだけど、ちょっと頭いい人ね、行っちゃうのよ。いや、これえ、このお金大丈夫とか細かいことまで聞いてる。でもそれが確かに怖い感染症だったりウイルスだったら納得はいくのさ、うんうん、そこまで、ね、徹底しないと、自分がいざなったらこのテレビで言っていることに自分もなりかねない。でも俺はそもそもテレビはデマだと思ってるから何にも信じないし、ただの風邪だと思ってるから何にも怖くない。だからいや、そこなんだよね。一番だからちょっと考えて頭いい人が一番厄介。もう全く信じない、そういう人の方が。いやいや、多分ちょっと自分も頭いいっていう自信もあるんだと思うんだけど、